今日はどんなお料理ですか？はい、本日は大葉を挟んだ揚げ出し豆腐を作りたいと思います。美味しそうです。大葉がアクセントの揚げ出し豆腐にピリ辛のあんかけが乗った夏らしい一品です。まずお豆腐を切りたいと思います、はいはい、で揚げ出し豆腐なので、はい、ちょっと、ね、大きめに切ります。木綿豆腐を食べやすい大きさにカットします。ここに大葉を挟んでいきます。で大葉がこうはみ出してしまうと焦げてしまうので、はいはい、これも折りたたんでもらったりちぎってもらったりしていいので、はい、まあ、ちぎった方がちょっと香りが出るので、まあ、あと乗っけるだけですね。豆腐が出ないように挟む。そうですね、ということですね、はい、油温度調節機能を使い160度に設定した油で天ぷら粉をつけた豆腐を揚げます。火を入れなきゃいけないというものがないので。そうですね、お豆腐と大葉ですもんね、はい、そうですね、なのでカリッと揚がっていればもう大丈夫です。どんな状態でしょうか？はい、もう外側がカリッとしてきたので、はい、これでも大丈夫だと思います。はい、次ピリ辛鶏そぼろあんかけを作っていきたいと思います、はい、熱したフライパンにサラダ油、おろしニンニク、おろし生姜を入れます。で香りが出てきたらもうそのまま次の食材入れちゃうので鶏のひき肉を入れ炒めます。では強火のままで大丈夫ですか？はい、ちょっと強火で大丈夫です。はい、はい、だいぶ色変わってきたので、そしたら次の調味料入れていきたいと思います、はい、豆板醤、コチュジャン、醤油、みりん、だし汁を入れます。ここで全部もう全部いっちゃいます。はい、これ簡単ですね。もうやっぱ簡単に。でこれ一回もう煮立ったらもう水溶き片栗粉でとろみつけていきます。はい、火がついたまんまで。はい、火がついたまんまで大丈夫です、はい、水溶き片栗粉を入れてもう一回沸くとこうやってとろみが分かるようになるので、はいはい、とろみを調整しながらもう味はこれもうついてるので、うん、あとはとろみつけるだけです。深めの器に揚げ出し豆腐を盛り、天つゆを入れ、ピリ辛の鶏そぼろあんかけをのせます。もう豪快にかけていきます、はい、最後に万能ネギをのせれば完成です。ピリ辛のあんかけでスタミナ満点に、暑い夏に食欲をそそる一品です。柔らかくて美味しい。で食べ終わった後のこの大葉の香りがふわっと香るのがまた爽やかで気持ちいいです。天ぷらも挟んで揚げるだけですし、あと天つゆとこのピリ辛のあんが食欲をそそる一品です。炎で料理ショー、次回はアクアパッツァです。お楽しみに。